今朝は肌寒さも感じた東京地方です。朝晩の空気がすっかり秋色になりました。大変長らくお待たせいたしました。本日はお忙しい中、アントニオ猪木デビュー60周年記念記者会見にお越しいただき誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます、スポーツ実況アナウンサーの矢野武史と申します。どうぞよろしくお願いします。アントニオ猪木は1960年昭和35年9月30日東京都台東区の台東区体育館で行われました大木金太郎戦でデビューいたしました。その日から数えて今日が60回目のデビュー記念日となります。そこで本日から来年2021年の9月29日までの1年間をデビュー60周年記念イヤーと位置づけまして、さまざまな企画をご用意しております。本日はその発表をさせていただきます。それではデビュー60年イヤーを迎えましたこの方にご登場いただきます。燃える闘魂アントニオ猪木入場。どちらにしてもこのコロナも終わると思いますけどね、明日に向けて、より来年に向けて、もっとしていろんな発想を持って頑張っていこうと思っています。コロナの親分をこの前に呼びつけて、もうそろそろお前行って帰ってもいい頃なって言ったら、うなずいてましたけどね。そういうわけで、よろしくありがとうございます。ありがとうございます。どうぞご着席ください。これぜひ猪木会長一言伺いたいんですが、そのコスチューム帽子も含めてこれ何か意味があるんでしょうか。何の意味もないですよね。そうですか。たまたまね、今日はデビュー60周年なんですけど、ウイスキーにデビューしたのが60周年です。陸上団のスキル場をやってまして、その時に、まだあの頃はジョニーウォーカーのアドが最高級だったんです。それを日本酒も一生瓶飲まされたり、あるいは、ウイスキーを隠し系3杯っていうのもやらされてね、そんな話をしたらスタッフが揃えたんでしょうね。今日1本開けてもいいですよね。まあそのくらいの元気が欲しいかな、そういうわけです。わかりました、よくわかりました。ジョニー・ウォーカーのイメージだったんですね。さあ、本日猪木会長のデビュー60周年にあたりまして、大勢の方からお祝いのビデオメッセージを頂戴しています。そして皆様にお願いがあります。こちらのビデオメッセージですが、権利関係の事情によりまして素材としてお渡しすることはできません。スクリーンの撮影は可能となっています。そこで大変恐れ入りますが、スクリーンの再撮という形でご対応いただければと思います。ご準備ください。また明日までにはアントニオ猪木の YouTube チャンネルにて本日の会見の模様をアップする予定です。こちらに関しましてはメッセージ映像が入った状態でアップされますので、後日 YouTube でご覧いただくことができます。さあ、それでは皆様、右手のスクリーンご注目ください。
アントニオ猪木さん、デビュー60周年おめでとうございます。子供の時からいつも、応援しておりました。これからは日本、世界の平和のために頑張ってください。これから大橋ジムは燃える闘魂で頑張ります。井上直です。アントニオ猪木さん、60周年おめでとうございます。僕は、10月30日に、ラスベガスで、防衛戦を行います。万事固めで防衛しますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございます。どうも、ケミストリー川端かなめです。というわけで井上課長、デビュー60周年おめでとうございます。そして一緒に美味しいものツアーをぜひ行くことを楽しみにしていますので、そこも YouTube で一緒に行きましょう。おめでとうございます。元気ですか？元気があれば何でもできる。猪木さん、リングデビュー60周年誠におめでとうございます。ビームスの社長の設楽でございます。猪木さんといえばですね、私今年で69歳を迎えるんですけども、本当に、ジャスト猪木世代といいますかですね、思春期の頃からですね本当に憧れ続けた方でございます。僕のレジェンドといえば、長嶋監督と猪木さん、お二人ともですね、本当に元気をくれる、そしてハッピーをくれる、そういった太陽のような方でした。それに憧れ続けてですね、もうちょっと体がでかかったらもう本当に後を追いかけてプロレスラーになりたいと思うぐらいですね、燃える闘魂に憧れ続けたものでございます。ビームスはファッション、猪木さんは格闘家という全く違う世界にいますけれども、世の中に元気とハッピーを与えるということにおいてはですね、本当に同じことだと思います。本当に世の中の方にですね、いろんな形でのハッピーを与えていこうという姿勢にですね共感しまして、ビームスの目標もですね、ハッピーライフソリューションカンパニーという形で、みんなに笑顔を与えていこうというふうに思っています。今コロナで非常に厳しい時期ですけども、こういった時期にはやっぱり元気が必要だということで、ビームスでもですね、猪木さんの60周年を記念して、世の中を元気にするために、猪木さん60周年記念イベントを、やりましたけども、本当に多くのお客様に、ビームスが元気をくれる、猪木さんが元気をくれるということで非常に大評判になりました。これからもですね、ますますお元気でですね、我々と一緒に世の中に元気を与えていってほしいと思います。本当に60周年おめでとうございました。これからも、ビームスと一緒に、歩んでいってほしいというふうに思います。おめでとうございました。デビュー60周年おめでとうございます。プライドの時代にはエグゼクティブプロデューサーとして日本の格闘技界を牽引していただきましたことを心から感謝しております。私は現在の MMA の隆盛は猪木会長が現役時代数多く取り組まれたモハメド・アリ戦に代表される異種格闘技戦にあると信じております。現在我々はライジンという新しい舞台、格闘の舞台を作り出して、猪木会長が現役時代作り出した戦いのムーブメントを継承できるよう全力でチャレンジしております。できればまたライジンの会場に猪木会長にお越しいただいてですね、元気ですかとご挨拶いただけたらと思っております。改めましてデビュー60周年本当におめでとうございます。アントニオ猪木会長60周年おめでとうございます。おめでとうございます。これからもますます大活躍してください。さあ行くぞ。はい、1、2、3、シャー。ますますのご活躍を押す。
Missing Noki, 6 years of fight life. You even fought Mo Matali. Respect, you're a true legend. And hope to see you soon. Who's? 新日本プロレスレインメーカー岡田和親です。猪木さん、デビュー60周年おめでとうございます。そしてお元気ですか、いや元気ですか、まあやっぱりリスペクトを持ってお元気ですかと、そちらの方がいいかなと思うんですけども、まあ、先日対談させていただきまして、でもまだ新日本プロレスの会場には来られてないので、もっともっと元気になってたくさん元気の雨を降らせていただいて、ぜひ新日本プロレスの会場でお待ちしています。本当におめでとうございます。こんにちは、現 WWE スマックダウンタッグチームチャンピオン中村慎介です。この度は猪木さん、プロレス生活60周年おめでとうございます。猪木さんの長い長い、プロレスにおける生活の中で、まあ、僕との関わりはほんの一瞬だったと思いますが、まあ、僕にとっては大きな財産となっております。時折テレビ等で猪木さんのご活躍を拝見いたしますが、これからも元気を、継続していってほしいと思っています。おめでとうございます。中村慎介でした。ヤオ Hello, I'm William Regal, formerly Lord Stephen Regal, and I'm here today to congratulate Mr. Antonio Inoki on his 60th anniversary of entering this incredible industry of ours, professional wrestling. I have nothing butHonor and respect for Mr. Inoki. I was very fortunate to wrestle Mr. Inoki, and I know he was a pioneer and an incredible competitor. My best wishes to everyone today, and especially to Mr. Inoki. And really, truly, for what you did for me in my career, thank you very much indeed.デビュー60周年おめでとうございます。長いですね、もう60年ですか。もう私も55年ぐらいやってますけど、本当60年間、まあ、お元気で今日の日を迎えられると、まあ、いろんなことがありましたけど、本当に猪木さんがいられてこそ今の、プロレス界の功績があると思います。まあ、今後ますますご健勝のお願いします。本日はおめでとうございます。先生、60周年記念おめでとうございます。もうまだまだ頑張ってください。すみません、よろしくお願いします。自分も頑張ります。木村健吾です。どうも、猪木さん60周年おめでとうございます。本当に長くこのプロレス界のために本当に頑張られた、これからも一日も長く元気でまた過ごしてください。おめでとうございます。ありがとうございます。小林君大輝です。60周年おめでとうございます。私も頑張って60年までちょっと行かないかしないけど、なるべく迎えられるように頑張ります。どうもおめでとうございます。藤原です。デビュー60周年おめでとうございます。年を取るのも早いもんで、そういうことですね。おめでとうございます。デビュー60周年おめでとうございます。いや、生きててよかったです。猪木会長、60周年おめでとうございます。これでいいですか。すみません、猪木さんです。ニクラです。僕なんかお言葉というのはおこがましいんですが、若い時新日本プロレスで大変お世話になりました。60周年会長おめでとうございます。いつまでもお元気でよろしくお願いします。ありがとうございます。東京オリンピックが1964年でしたから、翌年の1965年だったと思うんですが、私が小学校5年生でした。初めてアントニオ猪木なる存在を見た瞬間です。サマーファイトシリーズ第2弾という日本プロレスの興行が後楽園ホールでありまして、私は実際のおじさんに手を引かれて、もう楽しみで楽しみで心も体も爆発しそうになって、リングサイドから12列目ぐらいのところに席を取っておりました。ちょうど思い出すにアントニオ猪木吉村道明組みたい外人レスラーのタッグチームが、一人の方はパントをプグリシーという名前でしたけど、もう一人思い出せません。そのタッグマッチがありまして、黄色いショートタイツをアントニオ猪木が履いておりました。そして
時は移ろってメインイベントの方に移りまして、メキシコの巨像ジェス・オルテガとジャイアント馬場の一戦でありました。その時馬場さんがコーナーに追い詰められて大流血戦になりまして、オルテガがガンガン攻勢を取っている時に、まるで黄色いモンシロチョウがひらひらと舞うかのように後楽園の狭い花道を飛ぶようにアントニオ猪木がおっとり刀で駆けつけて、オルテガを蹴散らして本部席のマイクを奪って、おい明日の子は朝来い、俺に向かって言った瞬間がありました。え、アントニオ猪木が明日の川崎の興行に来いと俺に言ってると思って、地下鉄の丸の内線で北区滝の川までおじさんと帰るんですけども、夏休みだったんで明日川崎連れてってくれってことが言えなかったんです。そりゃそうですよね、2日連チャンでプロレスいちいち行こうとおじさんも暇じゃなかったんです。で、俺に川崎来いって言ったと勘違いしましたから、自治会場の子供は。で、それからかなりの月日が流れて22歳になってテレビ朝日のアナウンサーになりました。アナウンス研修で川崎市体育館のプロレスの興行の実況練習で同期のアナウンサーと行きました。で、先輩の船橋圭一アナウンサーという方が、おいお前ら一問一答で一問ずつ天下のアントニオ君に質問していいから勉強のためにって言われて、僕は列をこう作りまして一番最後尾に並んでおりました。もうドキ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 してきて、私が言いたかったのは質問じゃなくてただ一つなんですよ。猪木さん、小学校5年の時に明日の川崎来いって言ったけど、だいぶ月日が流れて今来たよって言いたかったんですよ。でもそんなこと言ったら質問になりませんで、自分の順番が来た瞬間に何か質問しなきゃと思って何も考えたら、猪木さん朝何食べましたかって変なこと聞いちゃった。そしたら猪木さんめちゃ誠実、え変なこと言うなと思った瞬間にニコッと笑って、スパゲッティとコーヒーで、その瞬間にスパゲッティとコーヒーって普通の人と同じじゃないですかって興奮して言った瞬間に、先輩のアナさんもういいからお前はってグッと突き飛ばされた瞬間がありました。それが猪木さんに2回目に会った瞬間なんです。私は縁を感じました。他に言いたいこといっぱいあります。もちろん僕なりのドリーファンク戦がどうしたとか、大木健太郎戦はこうだったと言いたいけど、長くなるんで全部割愛させていただきます。ただアントニオ猪木および猪木幹事の戦う旅人のロマン、この旅路は一切終わっておりません。プラズマはじめ夢とロマンの技術開発の仕事も残っております。どうか猪木さん体調を保持しながらこの後のお仕事を頑張っていただきたいと思います。60周年おめでとうございました。大相撲の第69代横綱白鵬でございます。猪木さん、デビュー60周年心からお祝い申し上げます。本来ならばみんなで、お祝いしたいという気持ちが本当に、ありました。しかしながらこの厄介者コロナが、落ち着いたら、ぜひともまた会いに行きますので、いろんな話を聞かせてください。改めて、心からお祝い申し上げます。どうも、60周年おめでとうございます。明石家さんまです。本当に、猪木さんにはいろいろ小さい頃から助けていただいたり、しております。前も言ったと思うんですけど、私は実は、猪木さんの万事固めや小倉ツイストを見て、プロレスラーになろうと、憧れの選手はペドロ・モラレスなんですけども、そういうのを見させていただいて、トレーニングに励んだ中学時代もありました。そうして我々をいろいろ勇気づけてくれたり、いろんなことに、そして私の憧れのモハメッド・アリーにもとも戦っていただいたり、いろんなことをして我々の気持ちをいろいろ助けていただいてたことは事実です。本当に、私も猪木さんもそうですけども、人生のまじ固めに、猪木さんは2回会われてると思いますけども、まんじ固めというよりもがんじ固め、私の場合は金銭的ながんじ固めなんですけども、猪木さんもいろいろあったと思います。一番の思い出は、永久電気を、電池を開発したというので、さんまのまんまに、来ていただいて、それでテレビ初公開、永久、電池をお見せすると、こうボタンを押せば、電池が作動するというのを開発したというので、さんまのまんまでわざわざその機械を持ってきていただいて、全然指導しなかったんですね。すごい失敗だったんですよ。何の音も鳴らず何もなく終わって、
で、いや、おかしいなとかおっしゃってたんですけど、で、終わってからスタッフに、あそこはもう、カットしましょうと、猪木さんのためにも、あんな、ね、テレビの初公開やって言うてるのに、失敗したっていうのに、猪木さんのところへ、編集させてもらいますって、言いに行ったら、いや、流してよ、すごさ、失敗を流せという、猪木さん、私はあの時は感動いたしました。今はプラズマを、研究なさっているそうですけども、ぜひ、またできましたら、サンマのまんまの方に来ていただいて、失敗していただきたいと思います。本当に、これからも、よろしくお願いします。まあ、あんまり長く喋るのもなんなんで、猪木さん、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。猪木会長、いろんな方からお祝いのメッセージでしたね。そうですね、やはり、本当は今も話に出ましたけど、もっと派手好きなのですから、皆さんにやってもらってと、まあ、こういう時期なんでね、まあ、しょうがないなと思いますが、とにかく、まあまあ、これからいろんなことにチャレンジをしていこうと。いうのも本当に疲れてね、俺ももういいかなと。でも、世界を変えていこうという思いでですね、さっきプラズマの話が出ましたから、まあ、そういう意味では世界を変えてやるぞ、猪木が世界に向けてバカだーって怒鳴る日がもう本当に近くまで来てると思います。ぜひ水プラズマサンマのまんまに持って行って全国に披露してほしいと思います。番組で待ってますよ、サンマ。はい、お願いします。ちなみにですね、さんまさんには30秒くらいでコメントお願いしますと、お願いしたんですが、3分を超えたメッセージいただきました。ありがとうございました。さあ、それでは続いてアントニオ猪木デビュー60周年を記念いたしまして、出版やイベントをはじめさまざまな企画がすでに始まっています。そしてこれから予定もされています。ご紹介していきたいと思います。まずは1つ目です。猪木デビュー60周年記念出版、アントニオ猪木著、アントニオ猪木世界闘魂記録です。まさに本日9月30日に発売されました。こちらのアントニオ猪木世界闘魂記録に関しまして、株式会社双葉社の長坂はじめさんからご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。担当の長坂と申します。よろしくお願いいたします。用意してきたものを読ませていただきます。この本は、リングデビュー60周年の猪木さんがこれまで世界を舞台に戦ってきた死闘の記録が詰まった本です。本は、ブラジル移住編から始まり、コーヒー農園での過酷な労働で たくましくなっていく過程、力道山に乱され日本プロレスに通過、そしてその後のアメリカ単身武者修行、そして猪木さんの代名詞である石川飛行機戦もふんだんに盛り込まれており、パキスタンでのアクラムペール戦、ペールワン戦、ヨーロッパ遠征でのローランド王国たちとの戦い、ソ連の、強豪レスラースカウト編などがあります。また、プロレスの戦いだけではなく、湾岸戦争直前のイラクでの日本人人質奪還交渉、北朝鮮での平和の祭典など政治の舞台での文字通り命を懸けた戦い、そして猪木アイランドがあるパラオでの世界にでも死にゆくサンゴの保全増殖の活動も綴られています。読み応えのある部分として、猪木さんと世界の偉人たちとの真剣交流があります。モハメドアリ、キューバのカストロ議長、ソ連の将軍との交流、トルコ大統領との友情などなど、心を開き相手の懐に飛び込んでいく猪木さんだからこそできた特別な人間関係が綴られています。またこの本の特別な部分として、非常に貴重な当時の写真がふんだんに使われていることです。猪木さんの奥様で、昨年8月に亡くなられました田鶴子さんのお写真をはじめ、カラーモノクロ計29点の写真が掲載されています。普通ではいけない北朝鮮の山の中の川で泳ぐ姿、アクアンペールワンの、腕を壊した瞬間、イラクでの人質奪還の瞬間のカット、パラオの海で人生の休息を取る姿など、特別な写真が多く掲載されています。そして本の最後には、その辰子さんへの思い、そして今戦われている心臓の病気との戦い、そしてコロナの時代をどう生き抜くべきかという日本人への力強いメッセージが綴られております。
ぜひ、ご考覧、ご好評いただけましたら幸いです。ありがとうございます。ありがとうございました、長谷川様。世界闘魂記録、とっても素晴らしい、こうワクワクする、惹かれる中ですね、楽しみにしています。ぜひ皆様、読んでください。アントニオ猪木、世界闘魂記録です。さあ、続きまして、猪木デビュー60周年記念出版、アントニオ猪木著、猪木力です。こちらは先日9月28日に出版されました。こちらの猪木力に関しまして、河出消防新社から、太田宇野さんにご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。ついこの間、9月の28日に、デビュー60周年に際しまして、猪木さんの歩まれた人生の全奇跡と申し上げてよろしいかと思うんですが、そこから生み出され、見出された魂の言葉の集大成でございます。全8章、約200項目の言葉が綴られておりまして、このコロナの時代にも大変勇気づけられる、素晴らしい言葉の数々を記していただきました。そしてまた後書きにはですね、この本のためにオリジナルで書き下ろしていただきました桜という非常に叙情的で文学的な美しい詩も掲載させていただきましたことは、編集者にとりましても大変大きな喜びでございました。会長本当にありがとうございました。それからもう一つお知らせがございまして、来年の4月刊行の予定なんですが、今度は政治家アントニオ猪木の総括という形で、タイトルはまだ未定なんですが、小西和義さんという方に、政治家アントニオ猪木の足跡そのすべてをノンフィクションという形で描いていただこうと思っております。引き続き、ご後輩賜れば、ありがたく存じております。よろしくどうぞお願いいたします。太田さん、ありがとうございました。改めて猪木に力と書いて猪木力と呼びます。ぜひ桜の詩楽しみにしています。さあ、続きましては東京サウンドプロダクションよりアントニオ猪木ブルーレイボックスの発売です。東京サウンドプロダクションより映像が届いております。どうぞスクリーンの方にご注目ください。現在詳細を詰めている真っ只中真っ最中ということだそうです。後日続報としまして詳しい詳細はお知らせできると思います。それまでご期待ください。ブルーレイボックス一生ものです。続きましてはアントニオ猪木の音声声をベースにした猪木デビュー60周年記念アプリケーション開発の計画です。音音声をキーテクノロジーとしたソフトサービスソリューションを開発販売しております。株式会社アニモが手掛けるこちらのアプリケーションにつきまして株式会社アニモから映像が届いております。どうぞこちらのスクリーンご注目ください。株式会社アニモが開発しましたアントニオ猪木氏の元気度チェックアプリをご紹介いたします。株式会社アニモの社名はポルトガル語で元気の意味です。音声音響技術で社会を元気にを合言葉に事業を展開しております。新型コロナウイルスの影響により沈みがちな世の中を元気にしたいという思いがアントニオ猪木氏の思いと重なり、今回のアプリ開発に至りました。このアプリはそれぞれの思いでバカ野郎と叫ぶことでストレスを発散させ、アントニオ猪木氏が元気度をチェックして元気づけていくアプリです。実際にアプリの利用イメージをご紹介いたします。アプリの起動後、録音スタートボタンをタップしてから、バカ野郎と叫ぶだけの簡単な操作となっております。では、実際に試してみましょう。
バカ野郎。録音後はアントニオ猪木氏からのメッセージ、音声分析結果、有名な名言を即時表示します。音声分析結果では、発生した音声から元気度、イメージカラー、パワー、ろれつ、声性別、声年齢といった6つの項目を表示します。結果はツイッターなどの SNS への連携により、利用者の元気になれる体験を拡散することができます。株式会社アニモは、音や音声をキーテクノロジーとしたソリューションカンパニーです。本アプリをキャンペーンなどでご利用を検討される方は、株式会社アニモまでお問い合わせください。さあ、こうフラストレーションのたまる世の中でこう元気になれる、猪木会長、今こうストレス抱えている日本人多いですね。そうですね、一応もみんな強気出ちゃうんじゃないの、せめて声も出せないしね、握手もできないし、チューしようと思ってもマスクもあるからチューもできないまあ、どちらにしても終わりはあるでしょうからね、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ぜひバカ野郎と叫んでこのアプリご利用していただきたいと思います。そこで本日、株式会社アニモからお二方をお招きしております。はじめに執行役員の今竹渉様、ありがとうございます。そしてもうお一方、産業ビジネス事業部山口拓様です。ありがとうございます。さあ、続きましては株式会社 JTB 主催による猪木デビュー60周年記念のアントニオ猪木と楽しめる没収型ツアー開催をいたします。ツアーの日程は来年です、2021年の1月16日から17日となっています。このツアーに関しまして、今後リリースや没収が行われると思います。どうぞご注目、お楽しみにしていただきたいと思います。そこで本日、株式会社 JTB からお二方お越しいただいています。間宮隆一様、そして高祖夢丸様、ありがとうございます。一泊二日のツアーになりそうですね、楽しみです。さあ、続きましては、朝原酒造株式会社より猪木デビュー60周年記念の日本酒ボトルの発売が決定いたしました。どんなボトルになるのか、こちら後日公式サイトでその映像も発表できると思います。そこで朝原酒造株式会社から代表取締役朝原健一様にお越しいただいております。ありがとうございます。ボトルのデザインや、そしてラベルの、どんなラベルデザインになるのか楽しみです。続きましては、株式会社16方位より猪木デビュー60周年記念フィギュアの発売が予定されております。アントニオ猪木現役時代の勇姿が人気のデフォルメ原型でよみがえります。原型などの使用は後日こちらの公式サイトで掲載予定です。猪木さんのブロンズ像というのは皆さん有名だと思います。持ってらっしゃる方多いと思います。きっとその横に並ぶことになると思います。アントニオ猪木さんの現役時代の勇姿が人気のデフォルメ原型でよみがえります。続きまして、猪木会長のライフワークでもある水プラズマ、先ほど話題にもなりました。本日は水プラズマのパートナー企業でもあります、株式会社ヘリックス代表取締役社長島俊博様にお越しいただいております。ありがとうございます。今現段階で発表できるもののみを紹介させていただきましたが、本日から1年間この60周年記念イヤーの中で様々な企画を考えております。どうぞこれからの60周年イヤーの企画ご期待いただきたいと思います。さあ、それではここでマスコミの皆様から質問をお受けいたしたいと思います。ご質問ある方は、最初に所属とお名前頂戴してから、誰に対する質問なのかも含めて伺いたいと思います。テレビ朝日の松田と申します。60周年おめでとうございます。ちょっと2点ほど質問させていただきたいと思います。コロナになって、非常にいろいろと難しい世の中になったと思うんですけれども、そんな中で非常に暗いニュースが続く中で、自殺とかそういったニュースが続いているんですけれども、その辺のちょっと思いとかを聞かせていただきたいなと思っているのと、あと菅政権が発足して、その辺の意見、思いとかを、アントニオ猪木さんにお伺いしたいなと思っております。すいません、これは2点お願いいたします。はい、
暗いことはしょうがないんですけど、暗いと思うから暗いんで、明るいと思えば明るくなるけど、まず心の健康をということでね、自分自身を、そしてもう一つやっぱり、体の栄養を取らなきゃいけないんですね。俺も正直言うと去年1ヶ月半ぐらい入院してたんで、だいぶ食が細くなりましたけどね、あれが食べたい、これが食べたい、全国をもう本当に食べ歩きをしたんですけどね、まだ表に出るのも自由じゃないんですけど、時々は美味しいものも食べて、一つ国民の皆さん、皆さんが台所でみんなね、テレビに出ると、本当にいろんな番組がすごく多いんで、日本人の男性は世界一料理のお孫さんですから、頑張っていきたいと思います。もう一点何だったんですかね。もう一点が、菅新政権が発足して、まあ、その辺の思いとかをお伺いできればなと思っております。コロナで踏んだり蹴ったり、誰にすがればいいんだろう。I'm sorry ということで、菅田さんに期待したいと思いますけどね、もうちょっとやっぱり、世界のリーダーがみんな小さくなってしまったという感じもしますのでね、今地球規模で、物事を考えられるリーダーが早く誕生すればいいと思います。菅田さんにはぜひ頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。誰にもすがればいいのかいただきました。さあ、続いてご質問ある方、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。どうですか。はい、マイクをお持ちします。すいません、ベースボールマガジン社の松川と申します。60周年を迎えられたというところで、これからへの夢という部分では今どんなことを考えていらっしゃるでしょうか。本当に皆さんの期待はありがたいんですけどね、俺自身自分と朝起きた時によし今日もということで、その一日のテーマを見つけて元気を振り絞っている状況ですけどね、でも一つにやっぱり夢というよりは何か目的を持つことが大事なんで、まあ国民全体が半病になってしまうんじゃないかと、そんなことで、何でもいい、私はさっきちょっとプラズマの話ができましたが、世界のゴミをなくしてしまおう、まあ、私一人ができるわけじゃないんですけど、そのきっかけというか、それを世界の人たちにもっともっと情報として知ってもらおうと思ってね、まあそういうことで、まあ迎えが来るその日まで、そういう話すると寂しくなるんですがね、今日さっきちょっと取り組む時に、自在に出会い、自在を背負い、自在に恋して、今日自在を生きるというね、そういう意味ではこの一瞬一瞬ですが、まあ、精一杯できる自分を頑張っていきたいと思います。さすがさん、もう一つ、猪木さんの、まあ、ふるさとであるプロレス界の今頑張っている後進たちに一言メッセージを送るとするといかがでしょうか。プロレスの話はごはっとなんですけど、最近なんだかわからないプロレスの話ばっかり来るんでね、選手たちがまたリングに上がってくださいとか、なんでこの状態で上がってるんだよ。でもそういう皆さんが期待してくれることっていうのもありがたいな。ただ俺は振り返ってみると何だろうと思ったら、まあその一瞬一瞬、なんか一生懸命夢中で入門した当時は、とにかく強くなることが目的で、人気者になるっていうよりも、いつの間にかやっぱり興行をやると人気がなければ人を寄せられない、まあそういう人気をこう取るにはどうするか、興行師のまあ基本というか、あ、そんなことも学び、それは師匠力道山の、まあ、付き人をやってたんで、いろんなことを、まあ、言葉では聞いていませんけどね、私なりにいろんなことが教えられました。まあ、そういうことで、なんとか早く、誰かオリンピックの話をする前にしてもらいたいから、あんまりそこは触れないようにしますけど、とにかく、世界中がこんな状況なんでね、まあ、日本には本当に素晴らしい技術がいっぱいあるんですけど、
それを取り上げるという、なんですかね、こう国柄になってないというか、全部こう一つどっかの権益をもらわないと許可にならないとか、まあ、そういう意味では本当にね、もうちょっと元気をつけて暴れまくってみようと思ってますがね。そうするとまた国会また出てください、国会なんか出るつもりがないんですけど、まあ、皆さんがそう思ってくれるのはありがたいと思ってます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。最後のご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ではマイクをお持ちします。こちら最後のご質問とさせていただきます。フリーの柴田と申します。またプロレスの話で申し訳ないんですけれども、最近いろんな OB の方とか現役の選手と会食される機会が多いようですけれども、そういう時にはどういうお話をされているのか、そして60周年やってこられて一番伝えたいことは何なんでしょうか。まあ、一言で言えば会いたくないんですよ。これはもう砂漠に残した足跡というね、風が吹いたら消えてしまう、しかしそこに思いは残るというね、最近西郷隆盛の言葉があるんですが、金も名前もいらず、官位と、最初は何だ、命もいらず、名もいらず、官位も金もいらない、そういう、人物は扱いに困るというね、その最後に私が自分の今言った砂漠に残した足跡、なんか迷路が欲しい、あれが欲しい、そういうことは一切自分の中からなくしていくというよりは、そういう性格なんですね。で、一つ時代が必要とするものが何であるか、まあ、さっきも何名か出ましたが、プラズマの話はしっくりこれ真剣に言わないとね、中途半端で取り上げられても困るんで、まあ、そういう意味で今このコロナが解禁になれば世界中にもう一回取り出していこうと思ってます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。以上をもちまして質疑応答の時間終了とさせていただきます。それでは最後にアントニオ猪木よりファンの皆様へメッセージをお伝えして本日の締めくくりとさせていただきます。猪木会長よろしくお願いします。さっきねお酒が出て、このまだ未成年が酒飲んでいいのかよ。でも時代時代は時代も歴史も消すことができない、それをなんか全部消してしまう、そして今の時代にで師匠、まあこれを非常識というかまさに、一生君のラッパの上を17歳です。実際には酒はですね、ブラジル行った時に、コーヒー園で働いた時に収穫が終わると、みんなこんな大きな樽でワインを持ってきてくれて、こう試着でついてくれたんですけどね、まあそういうことを含めて、日本に戻って、師匠の付き人をやって、地元の顔役が来ると、うちの若い人はこんなことあってデモンストレーションの代わりに一生懸命ラッパ飲みさせられたりして、その時にウイスキーのジョニグロが、ジョニウォーカーですね、ごめんなさい、このあれが出てたんですね、これも駆けつけ参拝ということで飲まされたことがありますが、まああの酒の自慢の話はできませんが、ロシアでウォーカーでぶっ飛ばしたのは俺だけだという伝説になったりして、あるいは中国の梅酒という酒をね、30いくつあるテーブルを全部回って飲んで、一本一本飲み干したという、ということでちょっと飲みます。あ、うまい、うん、ということでいいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは、YouTube をご覧の皆さんも多いと思います。ぜひ最後猪木会長あの締めで最後お別れとお開きとしたいと思います。お願いいたします。今日はね許しを願って大きな声を出しますけど、一つ皆さんね、心の中で大きな声を叫んでください。それじゃあ、これをやって実際にはね60人じゃないんですけど、元気を発信し続けてこれからも頑張ろうと思ってますけど、ご唱和をお願いいたしたいと思います。いいでしょうかね。3、2、1、2、3、ダーン。
まさに今この瞬間にゴングが鳴らされました。ありがとうございました。どうぞ拍手でお見送りください。アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。